あるいは他の野生動物園コンサートにしても、やはり3万人に近い、そういった人たちを集めてのコンサートが、もう時間も限界になっているのではないかというような、いろんな、本当にいろんな意味で、日本でこの宇宙コンサートみたいなものが、一体できるのか、おそらくできるのか、そういう声、あるいは地元の高下町のおじいさん、おばあさんが集まって、皆さん、そんなに焦らずにもっと楽しく楽しむんじゃないかという声もありました。それがもう一つ、岡林市にある、それから、企画なんか所属しております、音楽社という相談所さんですけども、そこのものが徹底的に追求されたり、非常に面白いといえば面白い、そしてフリーといえばフリーな動機段取りをしたわけです。一郎もうよくだ。それでは、料理の時間です。それでは、ご紹介しましょう。いかがでございます。やはり娘なことも
いらないことにして。